瑞穂区にある弥富小学校の魅力、教育目標と通学学区は、愛知県名古屋市瑞穂区は面積 11.2 平方キロメートル、人口10万8005人の町です。そんな瑞穂区には名古屋市立弥富小学校という小学校があります。では弥富小学校にはどのような特徴があるのでしょうか。この記事では名古屋市の瑞穂区にある弥富小学校について、教育目標や魅力、詳しい学区をお伝えします。瑞穂区に引っ越しする予定の方はぜひ参考にしてみてください。弥富小学校の教育目標や概要、まずは瑞穂区にある弥富小学校の教育目標や概要を見ていきましょう。教育目標、弥富小学校では明るく仲良く正しく強くという校訓とともに、以下のような教育目標を掲げています。自他の良さを認め、仲間と助け合いながら主体的に学び、粘り強くやり抜く子どもの育成、学業だけでなく心も大きく成長できるような教育目標があり、健やかな成長が期待できます。小学校では学業だけでなく友達の関わりやコミュニケーションも大切です。弥富小学校なら仲間と助け合いながら学べる環境が整っているので、お子様も楽しく通えそうです。弥富小学校の特徴として以下のことが挙げられます。カウンセラー常勤、校舎が平屋、校庭の開放日あり、中学受験率 70%、 通塾率 90% 以上、独自検定あり、リベートあり、副担任制あり、越境通学生21人以上、外国人児童生徒が4人から5人、買い食い可能、体操部あり、スキー部あり、ダンス部あり、美術部あり、書道部あり、茶道部あり、集団登校あり。このように弥富小学校には様々な特徴があります。中学受験率 70% 以上や通塾率 90% 以上は愛知県内でも珍しく、教育熱心な家庭が多いのも頷けますね。また部活動が多いのも弥富小学校の魅力です。体操部や茶道部、スキー部など珍しい部活動が多いので、部活動を楽しみにしている児童も多いのだとか。弥富小学校にしかない部活動もあるので、気になるものがあればぜひ入部を検討してみてください。弥富小学校の概要は以下の通りです。所在地、愛知県名古屋市瑞穂区日向町 4-32-1、 アクセス、名古屋市営地下鉄名城線瑞穂運動場東駅から徒歩約5分、設立は公立、制服はなし、給食はあり、学費は一般的な公立小学校と同じくらい、児童数725人、学級数25、平均29人。いじめ防止にも力を入れているのも弥富小学校の魅力です。心身の成長や人格の形成に大きな影響を与えるいじめ防止をするべく、いじめ防止基本方針を定め、さまざまな対策を行っています。校長がいじめ防止対応の責任者となり、教職員全員が人権意識を持ち指導中です。担任のみならず、教頭や教務主任、生活指導主任やスクールカウンセラーなど、さまざまな方たちで構成されているので、万が一いじめが起きた際も迅速に対応してくれます。いじめを学校全体で防止してくれるので、安心してお子様を通わせられそうです。次に瑞穂区にある弥富小学校の魅力を見ていきます。豊かな自然に恵まれている。弥富小学校は瑞穂区の小高い丘にある小学校で、周辺は桜並木や閑静な住宅街が広がっています。1873年創立という長い歴史を持っているため、地域の方たちは弥富小学校への愛着が強いのが魅力です。今現在も多角的にサポートしてくれ、お子様たちとのつながりはとても深いと言えます。地域と連携してお子様の成長を見守れる魅力ある小学校です。また弥富小学校の北東には弥富公園、西には瑞穂公園や山崎川があります。これだけ多くの自然に囲まれた小学校は瑞穂区内でも珍しく、のびのびと学べる環境が整っているでしょう。給食が工夫されている。弥富小学校の魅力として給食が工夫されている点も挙げられます。姉妹都市のメニューや行事食など、ワクワクするような工夫がされ、給食の時間を楽しみにしている生徒も多いです。食育の観点から見ても、
給食はお子様にとって大切な存在なので、こだわりのある食事を楽しめるのは嬉しいですよね。弥富小学校には以下のような口コミが寄せられています。住宅街の高台にある小学校のため、落ち着いて学校生活を送れる。教育熱心な保護者が多いのも魅力。2年ごとの教育目標があり、モデル校になるくらいしっかりした教育を受けられる。先生は授業でも部活動でも児童の目線に立って対応してくれる。プールが校舎の屋上にあり、プールをする児童も他の授業を受ける児童もお互い気にならないので良い。学区内に駅があり、遠足や校外学習の際は便利。登下校の身の守りボランティアを積極的に行う保護者がいて安心。塾に通わなくてもそこそこの学力がつく。不良と呼ばれるような児童はいない。市内からアクセスが良いので転勤族の家庭が多い。夏休み登校の際はノーランドセルの軽装登校を推奨している。学校周辺にはコンビニエンスストアなどが全くないが、そのような環境も気に入っている。このように弥富小学校にはたくさんの口コミが寄せられています。土地勘のない場所に引っ越しする場合、どのような小学校なのか具体的なイメージがなかなか湧かないですよね。そのため実際に通っていた児童や保護者の声はとても大切です。弥富小学校には高評価の口コミが多数あるので、安心して通わせられるのではないでしょうか。弥富小学校の学区。瑞穂区にある弥富小学校の学区は以下の通りです。市岡町、茨城町、片坂町1丁目、蒲塚町、群水町1丁目一部、下山町2丁目、竹見町2丁目、竹見町4丁目から6丁目、田辺通り5丁目から6丁目、玉水町、八正通り2丁目、八正通り3丁目、日向町、松園町、諸長町、弥富ヶ丘町、弥富町阿佐茨山、弥富通り1丁目、弥富通り2丁目から5丁目、山下通り。学区はとても広く、様々な方面からアクセスできるのが弥富小学校の持つ魅力ですね。進学先の中学校は、弥富小学校の卒業後は学区内の萩山中学校に進学するのが一般的です。萩山中学校は1947年に創立した公立の中学校です。1948年に瑞穂ヶ丘中学校と統合したものの、翌年の1949年に萩山中学校へ再独立しました。萩山中学校が目指す具体的な生徒像は以下の通りです。自己との対話、課題に対する自分の考えを持つこと。仲間との対話、自分の考えを伝えたり仲間の考えを聞いたりして自分の考えの良さに気づき視野を広げること。グループ活動、自分や仲間と協力して課題を解決し自他を大切にする。萩山中学校の学級数は以下の通りです。1学年6学級208名、2学年6学級230名、3学年6学級219名、特別支援学級2学級11名、1クラス30名前後のクラス編成となっていて、質問しやすい雰囲気なども萩山中学校の魅力です。小学校卒業後はどのような中学校に進学するのか気になるのではないでしょうか。弥富小学校の進学先である萩山中学校なら、教育熱心な先生や保護者が多い、市内でもトップクラスの学力といった高評価の口コミが多く寄せられています。そのため安心して通わせられるでしょう。まとめです。この記事では瑞穂区にある弥富小学校の教育目標や歴史、魅力や学区について詳しく見ていきました。弥富小学校にはお子様がのびのびと学べる環境が整っています。瑞穂区に引っ越しする際はぜひお子様を弥富小学校に通わせてみてください。